さあまずは1号との長嶋真樹を前にしましてメンバーで揃ってまいりましての前半戦最後の一戦で第6レース予選競争。雨降りの中現在はかすかな向かい風が吹く程度。第6レース予選競争、1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりで間もなくスタート。今スタートしていきました。好スタートは2コースから2号艇の松井で、その横の3号艇4号艇とこの辺りがいいスタートですが、1マークは逃げる1号艇の長嶋真樹を握っていった3号艇で、さして2号艇やや手がバタついた。あとは5番4番6番です。さあバークセッチャーわずかに陰線からの1号艇の長嶋か、しかし懐から2号艇の松井、さらに懐から5号艇が上がってきて篠崎、1コースから5、2、1が並んで、あとは3、4、6、なおスタートは正常でした。ラインタンマークのトップラスや内から伸びて5号艇の篠崎がコーナーを先取り、後ろから1号艇2号艇ですが先頭は軽快に、ここで5号艇の篠崎仁志、そして現在の2番手には2号艇の松井茂でレーサー2周目へと入ります。先頭はここを軽快な走りを披露して5号艇の篠崎仁志、現在の2番手は2号艇の松井茂、3番手集団に今度は3、4、1、3艇が並ぶ状態。2周目で達したマークトップで回って5号艇、懐2号艇、後ろから4号艇、3号艇、1号艇と回っていきますが、1号艇の長嶋4番手、あとは完全に水が空いていまして3号艇、6号艇の順になっています。さあここは出ました SG 今回初の3連単満州、オッズ2連単ですが 15.6 倍、3連単ですと 202.1 倍となっていまして、4号艇の SG 初出場香川が絡んで後輩、先頭5番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン。住之江シティナイターの第47回ボートレースオールスター、本日注目のラストレースは今をときめく人気レーサーベスト6のドリーム戦を迎えています。第12レース人気投票ベスト6のドリーム戦は、今年も峰竜太の3年連続のイン逃げ決着なるか注目のドリーム戦、残り10秒を切っています。1番2番3番4番5番6番3対3の枠なり、3秒2秒1秒、今スタートしていきました。好スタートはダッシュ勢から4号艇と5号艇、そしてインコース2コース1号艇2号艇も出ていきまして、まずは逃げる1号艇の峰、握っていった2号艇4号艇ブロックされて、内を差した3号艇5号艇6号艇、バークスレッチャーを押し切った。早くも先頭単独で1号艇の峰竜太、今年も峰竜太、そして現在になったらすや内から6号艇の白井が上がってくる、その後ろ3号艇2号艇が並んで、あとは4番5番、なおスタートは正常でした。第1ターンマークトップで回って1号艇人気の峰、2番手争い6号艇の白井が回った、後ろから3号艇4号艇、あと5番2番と攻めてきますが、6号艇の白井英二で1号艇と6号艇インコース6コースレーサー2周目へと入ります。先頭には今年も堂々と押し切った1号艇の峰竜太、2番手には6号艇の白井英二、現在3番手は3号艇が上がってきてブス島誠、2周目出したマークからバークセッチャーと入りましたが、先頭1号艇2番手は6号艇3番手の2号艇待ったところ、さばいては3号艇、後ろは水がいて2号艇5号艇4号艇の順になっています。さあ今年もファン投票第1位の峰竜太、3年連続のドリーム戦は1着発進で、人気投票ベスト6開幕戦を制するドリーム戦の勝者、開幕戦のヒーローは1号艇の峰竜太、最後の直線コースドリーム戦163、間もなくゴール、先頭1番ゴールイン6番ゴールイン3番ゴールイン2番ゴールイン。さあメンバーで揃ってまいりました。前半戦第3レース予選競争、さあ1、2、3、6で4号の4対2ダッシュの2艇からコースに上がってまいりました。インコースから1番2番3番6番4番5番2秒1秒、今スタートしていきました。好スタートはセンター青津勢3コースから3号艇ダッシュ勢の4番5番といいスタートですが、1マーク2コースから先まくりで2号艇の原田、その後ろから4号艇3号艇と続いて、あとは5番1番6番で、さあバークスレッチャーバックッターさした2号艇の原田、懐から3号艇の森田が上がってくる。さあ2号艇3号艇が並んでトップ争い、わずかで5号艇の大山で、後ろ4号艇1号艇最高に6号艇の松井、なおスタートは正常でした。ラインタンマーク注目トップ争いは3号艇の森田がいった、外から全速旋回2号艇がわずかに膨らんだが、内から5号艇で先頭争い、ここで3号艇の森田俊介、2番手が2号艇の原田幸也、後方今度は3番手らしいに5号艇4号艇が接戦となってまいりました。2周目先頭には3号艇の森田、2番手に2号艇の原田で、ここは後輩となっていまして、さあ今度は3番手争いが2周目で1マーク突っ込んでくる4号艇の永井、その懐をさばいてくる5号艇の大山ですが、さあ3番手争いはわずかにさばいて5号艇好一点の大山千尋、さあ今から最終ターンマークは先頭で3号艇の森田が初勝利の活躍、2番手は2号艇の原田、後方3番手争い5号艇の懐4号艇ですが、5号艇の大山踏ん張って3ターンで、ここは3連単満州の後輩と先頭3番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン。さあ2日目の競争は第9レース予選競争。メンバーで揃ってまいりましたが、1、2、3、4、5、6、まずは枠なりで揃ってまいりまして、さあ枠なりでしょうか。さあダッシュの4艇から功績上がってまいりました。後半戦第9レース、1番2番3番4番5番6番の2対4、2秒、1秒、今スタートしていきました。さあコーススタートはダッシュ勢3コースから3号艇4号艇5号艇と出ていって1マーク、まずは絞っていってまくって3号艇、内から抵抗する2号艇で2番3番流れた、内から1号艇あと5番4番6番ですが、バックセッチャーうまく突っ張って先まくりから2号艇のブース島誠、その後ろ早くも水がいて、さあ2番手争いは5号艇4号艇6号艇1号艇3号艇残る5艇の2番手争いは大混戦、なおスタートは正常でした。ラインタンマークトップ抜き出した2号艇のボス島で2番手争い、まず6号艇の辻がいった、外から5号艇内から4番3番1番と回ってきますが、ここで2番手争いはわずかに6号艇の辻映像で2番6番となってレーサー2周目へとあります。先頭に2号艇のブス島、2番手に6号艇の辻が上がってきて後輩と、そして今度は3番手争いですが、2周目で出したマークで内から突っ込んでくる5号艇の香川元子、その後ろが3号艇4号艇1号艇と回ってきますが、3番手争いはさばいてわずかに3号艇の今垣幸太郎で、ここで現在上位が263となってまいりました。さあオッズ2連単ですが 59.9 倍、3連単ですと 320.3 倍となっています。最後の直線コース2コース6コース3コースの組み合わせ、2号艇のブス島が見事な勝ちぶりで、ここ今日2着1着となって後輩と先頭2番ゴールイン、6番ゴールイン、3番ゴールイン、5番4番ゴールイン。さあ後半戦の勝負がけの競争、レースは第9レース予選競争を迎えていまして、1、2、3の4、5、6です。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なりの3対3、2秒、1秒、今スタートしていきました。スリット後センター青津から3号艇4号艇5号艇がわずかにいいスタート、1マーク逃げる1号艇を握っていくか、刺して2号艇真ん中3号艇5号艇内からくるっと4号艇の後は6号艇、さあバークセッチャー突破争いですが、わずかに差し合戦か、3号艇の瓜生と2号艇の丸岡で、外から1号艇の永井でトップ集団に内から231が並んで内枠3艇突破争い、後ろで外枠勢が5664固まっています。なおスタートは正常でした。第1ターンマークでは2号艇の丸岡いった、外を握った1号艇内から3号艇が差し返してきますが、先頭争いは今度は3艇から2艇、3号艇と2号艇と3番2番接戦でレースは2周目へと入りますが、インコースに3号艇のウグユ、アウトコースに2号艇の丸岡、両者が今度は抜け出しての突破争いで、1号艇人気の永井は現在3番手、2周目で出したのマークでは3号艇の瓜生が回ったところを2号艇突っ込んでくる1号艇ですが、先頭争いは3号艇、ここはピン勝負で瓜生正義、さあオッズ2連単ですが 126.9 倍、3連単ですと 504.7 倍となっています。3号艇の瓜生のどうやら勝負かけ成功となりそうで、内約3艇3対1、ここはシリーズ1番の後輩党のダブル満州が出ました。先頭3番ゴールイン、2番ゴールイン、1番ゴールイン。住之江シティナイターの今回で47回目の SG ボートレースオールスターは本日5日目、これより注目の優出争い3番勝負のまずは第9レースの準優勝戦です。1番2番3番4番5番6番3対3の枠なり進入です。2秒、1秒、今スタートしていきました。好スタートはカブから4号艇の森田、インコースの1号艇あった修正から5番6番ですが1マーク、まずは逃げる1号艇の平本で刺して2号艇マークで出してくる4号艇で後ろ3番5番6番ですが、さあバックスリッチャー1号艇が膨らんだ、わずかに差し抜けてまいりまして、マークに差しから4号艇の森田俊介、その後ろ1号艇3号艇が並んでいまして、その後ろ5号艇2号艇と並んで後方に6号艇、なおスタートは正常でした。大胆マークトップで回るがマークに差した4号艇の森田俊介、2番手争い3号艇行って追っつける5号艇、さあしかし1号艇2号艇ですが、さあ2番手争いもつれていまして、今度は1号艇3号艇5号艇奇数艇と両接戦も直線コースではわずかに3号艇の平高奈々、内から突っ張って1号艇2機の平本、外からは5号艇の辻映像、2周目で出したマークの2番手争いは1号艇の外から全速旋回、3号艇1番3番やり合った、その間隙を5号艇の辻映像ですが、さあ1号艇3号艇が膨らんできましたが、わずかに3号艇の平高か、さあ4号艇の森田俊介はこれで SG は連続優勝、そして1号艇の平本はこれでオールスターは3年連続優勝、最後の直線コースへと戻ってまいりますが、まずは準優の第1弾は412の後輩となっていまして、鮮やかな走りで4号艇の森田の頭でまもなくゴール、先頭4番ゴール、1番ゴール、2番ゴール。ボートレース住之江の今回6日間にわたっての SG ボートレースオールスターのベスト18の準優3校レース第2弾を迎えていまして、第10レースの準優勝戦1番2番3番4番5番6番3対3の枠なり、間もなくスタート2秒、1秒、今スタートしていきました。好スタート1コース1号艇、わずかに3号艇4号艇と出ていきますが、1マークインから先輩1号艇のトップパスで握っていった3号艇5号艇を指して2号艇4号艇6号艇と回って、バックスイッチャーここはイン速攻が決まった。1号艇で2機の徳松秀樹、そして現在のメッタラスですが、わずかに2号艇のミネルタ、3番手に3号艇の白井と、ここは早くも現在2機どころが上位で内約3手123で、あとは465、なおスタートは正常でした。大胆マークトップで1号艇の徳松、2番手争い2号艇全速旋回の懐小回りで3号艇が回ってきますが、2号艇膨らんで内から3号艇の白井英二、ここで上位が今度は1号艇3号艇2号艇となって、レースは2周目を耐えます。先頭は1号艇で徳松的、現在2番手入れ替わって3号艇の白井英二、3番手が2号艇の峰竜太、2周目で出したマーカー、先頭1号艇2番手3号艇回って突っ込んでくる2号艇が前をカット、内から3号艇がさばいていきますが、ここはなんとか3号艇の白井、そして3番手が2号艇の峰竜太、2年連続唯一ならず、今から最終ターンマーク1号艇の徳松が明日は SG 初部に挑戦、そして2番手は3号艇回って懐の2号艇が攻めてきますが、ここは上位が打ち合わさって132となって、準優の第2弾は132、先頭1番ゴール、3番ゴール、2番ゴール。住之江シティナイターの第47回ボートレースオールスター、今をときめくスターレーサーたちのベスト6を決める5日目、最終関門バトルはラスト、準優勝戦は第3弾を迎えていまして、第11レース1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりです。1秒、今スタートしていきました。好スタートは1コース2コース1号艇の2号艇、ダッシュ勢から4番6番も出ていきますが、1マークは逃げる1号艇の篠崎仁志を握っていった3号艇、差して2号艇4号艇6号艇と回って、あとは5号艇ですが、さあバークスイッチはわずかにイン線から押し切った。1号艇の篠崎仁志、一艇身から二艇身で2号艇のブース島が続いて、ここは1番と2番と現在2機の両者、あとは3号艇4号艇6号艇5号艇、なおスタートは正常でした。大胆マークトップで1号艇の篠崎仁志、2番手争い3号艇を行かせて、さあしかして2号艇のブース島がここは冷静にさばいた、2番手をキープ、3番手3号艇の123と人気どころ、レースは2周目へとあります。先頭には1号艇の篠崎仁志、ファイナル1号へと向かって1号艇の篠崎人気の中心が先頭、そして現在2番手は2号艇のブスジバがキープ、3番手から攻めてくる3号艇の新田、2周目で出したマーク2号艇の懐を追っつける3号艇ですが、ここもかわした2号艇のブスジバ誠、1号艇の篠崎仁志がこれで今回オールスター初優出で SG 初 V に王手をかけました。史上初の無観客のナイターオールスターのファイナル1号艇は1号艇の篠崎、そして2番手は2号艇のブス島誠がオールスターはこれで初優出、3番手に3号艇の新田優志と準優のラスト第3弾は人気サイド決着1打差、先頭1番ゴール、2番ゴール、3番ゴール。すみだ屋シティナイターの SG ボートレースオールスター、今回オールスター発祥の地で今をときめく人気スターレーサーたちの47回大会もいよいよラスト。6日間の SG バトルのナンバーワン決戦でオールスター最終決戦の優勝戦。さあ、風がなく穏やかな競争水面で並びが1、2、3で4、5、6とどうやら枠なりに並びそう。1号艇で篠崎仁人気の中心、今回オールスター初優出、 SG5 度目の優出で初 V に王手。2号艇徳増秀樹オールスター初優出、 SG9 回目の優出で初 V になるか。3号艇森田俊介 SG 連続10回目の優出でオールスター初優出初 V になるかです。そして4号艇の平本正幸引っ張るでしょうか。3年連続4度目の優出でオールスター V2 に挑戦。5号艇のブス島誠オールスター初優出、 SG19 回目の優出で V7 になるか。そして6号艇の白井英二3年連続4度目の優出でオールスター初 V に挑戦。1、2、3で4、5、6枠なりで3対3に分かれてまいります。さあ、今回歴史に残る史上初の無観客のナイターオールスターを制するのは一体誰になるのか。47回大会の優勝戦、残り10秒切っています。1番、2番、3番、4番、5番、6番、3対3の枠なり、間もなくスタート。1秒、今スタートしていきました。さあ、スリット後3コース4コースから3号艇4号艇インコース2コース、この辺りも出ていきますが、1マークは逃げる1号艇の篠崎、握ってくる3号艇ブロックされた。さして2号艇5号艇、あと4番6番、さあバークスレッチャー SG 初 V へと向かって人気の中心だ。1号艇の篠崎仁志早くも水がいて、さあ2番手の人は混戦でインコースから4号3と固まって、あとは6号艇後ろ2号艇が遅れています。なおスタートは正常でした。ラインタンマーク先頭早くも単独で1号艇の篠崎仁志、2番手の人6号艇が突っ込んでくるところ4号艇、あと3番5番2番と回ってきますが、2番手争いはまだまだ混戦ですが、わずかに真ん中で4号艇の平本でレーサー2周目へと入ります。先頭はどんどんと抜け出していって、見事完璧な人気で1号艇の篠崎仁志 SG 初見へと向かっていまして、さあ2番手争いが2周目でマーク突っ込んでくる5号艇、懐をさばいてくる4号艇、後ろ3番6番ですが、2番手争いはここわずかに4号艇の平本、しかしその後ろ一定進で外から5号艇のブスが接近で、さあ4号艇5号艇差が縮まって、ここで2番手争い、後ろで6号艇3号艇が並んで後方に2号艇、今から第2タンマークは先頭で1号艇の篠崎仁志、そして2番手の4号艇の平本いった。外を握って回って5号艇のブス島ですが、2番手はここでまた4号艇の平本で、3番手に5号艇、上位が145となって最終周回へと入ります。さあ、史上初の無観客のナイターオールスターのラスト優勝戦は1号艇の篠崎仁志、人気の中心が先頭、そして2番手の4号艇の平本正幸、3番手に5号艇のブス島誠、最後のバックセンターで入っていますが、上位が1号艇4号艇5号艇、これで1号艇の篠崎仁志は今年2回目、スミノでは4回目、 SG は初優勝、自己通算では37回目の優勝が目前。デビュー12年7ヶ月の SG5 度目の優出で初優勝、オールスター初優出の初優勝、最後の直線構成と入ります。さあ、今回選ばしスターレーサーたちの頂点に輝くオールスター47年の覇者は1号艇人気の篠崎仁志、145でまもなくゴール、優勝1号艇篠崎仁志ゴールイン、 SG 初優勝、4番5番ゴールイン、6番ゴールイン、3番ゴールイン、2番がゴールイン。篠崎仁選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございました。まず今の気持ちを聞かせてください。そうですね。緊張から解放されて、ちょっとまだ実感はないですね。仕上がりには納得されていたようですが、やはり SG の優勝戦初めての1号艇、今日は一日いつもと違いましたか。まあ、しっかりリラックスして。過ごせたんですけど、やっぱしっかりと緊張がきましたね。ただ、ピットではお兄さんの元井選手や西山選手、仲間たちがいつも通りそばにいましたね。はい、そうですね。なんかこう和ましてくれました。無観客のオールスターではありましたが、一節間いかがでしたか。そうですね。やっぱ日本中が、世界中が大変な時なんですけど、まあ、なんかこの売り上げもコロナウイルスの活用されてるっていうことで、なんかそれに微力ながら貢献できてると思うと、なんか走る意味があるのかなと思って、そこもモチベーションの一つとして頑張れました。はい、何より篠崎ブラザーズ兄弟で SG 制覇となりました。そうですね。結構迷惑かけてたんで、僕が今日は絶対決めてやろうと思って。はい。良かったです。お兄ちゃんに勝てないって言ってましたけど、ここで追いつきましたね。そうですね、まあ追いついてはないんですけど、まあ注目していただけてるので、そこには応えたいなと思います。はい。それではファンの皆さんにたくさんの方が見てると思います。オールスター頂点に輝きました。最後にメッセージお願いします。そうですね。まあ、無観客試合ということで、今こういう状況なんですけど、画面越しにいいレースができたかなと思います。次は皆さんの前で歓声を浴びながら優勝したいと思います。また応援してください。本当におめでとう。